はいどうも、波乗りです。ビカムはレジェンド続きやっていきましょう。はい、今回ですけど、チャンピオンズリーグ、決勝トーナメント1回戦、ファーストレグ、PSV 戦、そして、セカンドレグね、PSV 戦やっていきたいと思います。はい、今日からね、決勝トーナメント開幕していきます。まあ、リバプールはね、グループステージで、まあ、一応、首位というかね、全勝で通過しましてね、まあ、ここまで来たわけですけども、ね、昨シーズンほどは厳しくないですね。昨シーズンいきなりレアル来たからね。なので、まだそこよりは厳しくないんですけども、ちょっと PSV はね、ドルトムントの時に1回ね、5-1 でボコされてるんで、ちょっとその悪い記憶があるんで、ちょっとそこのね、ほんと、仮は個人的にはね、あるんで、ちょっとそこは PSV はね、圧倒して勝ちたいかなと思います。はい。で、他の組み合わせ見てみると、マイユ、アヤックス、ドルトムント、バルサ、バレシアシティ、で、パリ、チェスカ、レアル、トッテナム、ミラン、レバクーゼン、ミッティラン、シャフタルということで、まあ、ベスト8からかなと思うんですよね。まあ、順当な勝ち上がりしてくると思うんでね、まずはもう PSV 戦だけに集中してね、昨シーズンはもうレアル戦のファーストリーグでね、あんだけ圧倒してそこでセカンドリーグ逆転されましたから、まあ、そんなこともあり得るんで、ちょっと PSV 戦はね、2試合ともね、ほんと集中して、大量得点狙ってね、太郎行きたいと思います、リバプールね。さあ、勝負の PSV 戦、波の左サイドでスタメンですね。まあ、波のちょっと1個総合値上がりましたよ。ギュージャー島で行ったからね。99行くか行かないかぐらいじゃないですかね。もうそろそろね、太郎の限界数値は来てると思います。で、今日 PSV は堂安はいませんけど、学校だっけは知ってますね。あとモハメド、イハターレンか。89あるからね。ちょっとトップしたあいつ要注意だね。で、後ろそんな強くないんで、キーパーも68でしょ。だからもう圧倒的な強さ見せると思うよ。ちょっとリバプールはもう本当に1回戦はそこまで本当ね、厳しくないので、ここで勝ってしまって、ベスト8ね、楽に進みたいと思うんで、そこに持っていければいいと思います。さあ、PSV ですね。タロはもうね、25歳になってね、今年でね。まあ、あと本当に2シーズンしかやんないですから、もうここでなんとかするしかないですよ、本当ね。まあ、グループステージの調子をそのまま出せれば、全然 PSV もやれなくないと思うよ。だからそれを出せるか出せないかで、勝敗が決まってきちゃうからね。タロはグループステージの得点力をそのまま出すだけです、これは。さあ、ファーストレグです、まず。フォーデン、トーレス。トーレス出せ。いやー、オフサイかな。いやー、オフサイか。惜しい、惜しい、惜しい、惜しい。悪くない。前。そう。で、アロンソ。無理か、アロンソ。やばい。来るよ。来ると、左足を入っちゃうよ、これ危ねえ。そう、そう、それ。アロンソ、スタート入って、トーレス。トーレス、もう一回。よくやった、トーレス、これ出せ。来た。太郎来たよ。チャンスよ。決めろ、太郎、決めろよ。決めろ。右足、おーっそ。出せ、出せ、出せ。ダメ、ダメ。そう、出して、アロンソ、右足が来た、シュート。フォーデン。アロンソから、トーレス。いける、太郎、あー、来た。右足、出して、出して。太郎、チャンピオンズリーグ9点目、素晴らしい。これですよ、この人。今のすげえな、これ。これですよね。このロケット王ですよ、これ、太郎。これが CL ベスト8で導く男、これはね。もう PSV な前回50負けてるからね、お前らを絶対借り返すぞ。こんなに済まされんよ、俺は。まだ溜まってんだから、あの時のね、悪夢は。やっぱ PSV もやっぱね、ちょっと落ちてんのかな、能力的にね。前回や、ドルトムントでやった時よりは。こっからさ、アロンソがパス出してさ、これトーレスよくこの位置に取ったの。そしてこのボレーシュートよ、これ。悪い。普通に出せばよかったな、あれ。おいバカ危ねえことすんな。おいおいやめろマジでバカ本当に。出てこいキーパー出てこい。シュート来たー。なんでもうそこ拾わないのそれ。イハターレン来ました。もうさ前回もやられたやなこいつにな。いやなんであのセンターバックさあれさ後ろに下げたりしないのあれさ。なんでそれ持つのこれ。わけわからんこれ。誰今これファンデベルフだな、てめえ、ほんとにさ。もう、やべえのしかいない、毎回、ジョーゴメスはさ、昨シーズンダメだしさ。両方ダメだな、ほんとな。ウィルソン使うのもすげえけどな。トーレス来た！トーレス右足！おー、すごいシュート！次やったらほんと怒るからな、お前。そう。取って、よし決めろ！よーし来た！タイヤチャンス！チャンス！チャンス！決めろ、タイヤ決めろ！右足は、うわぁ！オーデン。そう。ウィルソン。トーレス、ここ出せ。ウィリソン、シュート。おい、ここから行くしかねえんだよ、本当に。さあ、太郎、98までいったスピード、どこに見せつける、これは。さあ、太郎、入ってきた。入ってきて、太郎、真ん中開いた。真ん中開いて、太郎。よし、開いた。右足、シュート。あフォーデン、来た、太郎。トーレス、トーレス、来た。太郎、右足。おお。アロンソ、フォーデン。右か、右来て。クロスは、トーレス。おお、トーレス。よーし、よし、よし、よし。来た、トーレス、ナイス。逆転リバプール、よしよしよし、これです。今よかったね、これ。クロスから、トーレスのもうそのまま入ったけどさ。これがリバプール勝ち切る力。でもわかんねえからな、これはまだファーストレグの1試合に過ぎないから、過ぎですよね、ほんとね、これ問題は。ここね、誰だろう、今クロス上げたの。ちょっとわかんないけど。ここから上げてさ、トーレスこれ、そのまま入ったな、これたまたまだろ、これ。おい、来る来る、ほんと来る。やばい、やばい、来る。太郎戻った方がいいか。クロス入ってきて、やばいよ、ヘリング、おお前、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 前。
よーし勝った、オッケー。ファーストレグまず制しました、 PSV に。これアウェイでかいよ、2点は。でもこれですよね、こっからですよ、セカンドレグ。前回もレアレに3着で勝っといて、ここからね巻き返してきたが、 PSV ちょっとセカンドレグ本当恐ろしいことになりそうっすよ。いや勝ったけどよかったけどね。でもこっからっすよ勝負は。別の試合の結果、アヤックスが 2-0、 そしてバルサが 3-1 か、でシティーズ 1-0、 チェスカが勝ってるな。チェスカなんでこんな強いんだろう。レアル勝ってる、ミラン勝ってる、シャフタル勝ってるね。うん、順当なとこは勝ち上がってきそうっすね、これはね。だから次の試合だけですよ、そこだけ本当に。あー、ちょっとプレミア優勝決まっちゃいましたね、これね。ほとんどの試合も、てか全部スキップしてたけどさ、もう次の試合ぐらい決まるかなと思ったら、これ決まっちゃいましたかね、これね。さあ、2試合目です、PSV とのセカンドリーグ。あー、堂安出てきたな、今度な。日本人対決実現ということで、まあちょっと堂安に本当ね、まあ前回だよな、ドルトムの時に、これセカンドリーグですよ。ドルトムの時もね、前回勝ったのよ、本当に0で。そっからひっくり返されてるから、ちょっと今日怖いっすね、マジでね。なので今日は本当に、ファーストリーグは、忘れてね、この試合だけに集中して、ホームなんで、これアウェー点取られたら終わりだと思っといた方がいいんでね。昨シーズンの強行を思い出してね、やれればいいと思います、セカンドリーグね。さあ、アンフィールド来ましたね。さあ、もうアンフィールドのね、サポーターをもう悲しませるわけにいかないですからね、これね。これ以上悲しませたらもう大変なことになるよ、これ。ファーストリーグは忘れる。セカンドリーグからが勝負、これは。さあ、セカンドリーグです。タロナイスよ、よくやったよ。で、負けんね、これタロ。よー、負けてない。よくやったよ。タロ負けてないよ。出せ、そう。で、ロバートさん、クロス入ってきて、トーラスか。ヘディングトーラス、惜しい。これ、まあ、一度と負けてもいいんだけど、もうそれはもう終わりだと思った方がいい。マジで。今までの経験上ね。トーラス来た。よしよし、トーラス。惜しい、ヒール。この舞台での経験はすごいからな。ロバートン、クロス相手にトーレス、ヘディングシュート来たー、よっしゃ、リバプール先制、素晴らしい。トーレスですよ、この人。ちょっとやっぱ違うね、今シーズンリバプールは。勝ちきる強さあるよ、こっからだよ、本当に。 PSV それ大したことない。 PSV はここからあとは2点かな、2点取らなきゃいけないのかな、これは。やっぱりね、これ違うよ、トーレスは一味ね、タローとトーレス。俺らの悔しさはあれで分かってねえだろう。トーレスここ来たよ、来たよ、チャンスよ、来たよ、アイディア、シュートポスト、うわ来たよ、来たよ、トーレス来た、よーし来たー、トーレス今日2点、素晴らしい。これですよ、トーレス、ナイス。この人やっぱり違うな。トーレスちょっとね、覚醒しまくりだもんな、これな。タローちょっと決めなかったら問題だけどね。でもトーレスこれしっかり決めます、これは。ナイス、ジェラ出せ、ジェラ出せ、遅い、ジェラ遅い、マジで遅い、ジェラと。お前それお前だよ、それ。来た来た、トーレス来た、タロー来たよ、右足か、うわー、トーレス欲しいな。蹴ってこないね。あ、蹴ってこない。あ、トーレス来た。トーレス来た。はい、トーレス。右足来たー。トーレス、素晴らしい。アットトリック、素晴らしい。この人、今日やばいな、トーレスな。ちょっといつも以上のパワー、破壊力よ、これ。トーレス、いいぞ。タローがいなくても、この人がいるからね。トーレス、一番、ちょっとね、今まで見たトーレスの中が一番今日いいよ。これ、アロンソ取ってからっすもんね、だってね。アロンソよく取ったな、これ。これが大きかったね。そして、アロンソの姿勢側のパスからトーレスと決めるだけ、ナイス。落ち着いて、ボール回っていけ。サラ、いけ、サラ、いけ、よくやった、サラ、もうちょっと右か、サラ、おー、向こう下げて、トーレス、ヘディング。いやー、そんなミスいらんよ、アリス、お前、それ、何これ、ちょっと、そういうミスだよ、本当に、チャンス、アロンソ、チャンス、さあ、アロンソに出せ、アロンソ、打つか、自分で打っても、打ってもいいが、来た、タロ、来た、はい、来た、右足、シュート、来たータロー、チャンピオンズリーグ10点目来ました、ナイスこの人、これです。さあ、パフォーマンスを見せろ、新しいパフォーマンス来た、よしよしよし、バカしろタロー、こっからもう圧倒的ですね、これ。 PSV はもう終わりですよ、ざまみろ、お前たちは。ドルトムントの時の悔しさ持ってんだ、俺は。それを全部出すよ、お前たちに。これは俺が味わった苦しみを全部出してやる、ここで。ジェラードからも、あとこれタロー決めるだけで、ね、コントロール、ナイス。ロバートソン、さあ、かどんな勝ってこい、どんどん上がってこい。あった、取る取る。よし、来た。はい、トーレス、右足。5点目、リバプール、素晴らしい。トーレス、今日4点、今日、素晴らしい。ナイス、リバプール、これ。これが優勝するチームの勢いです、これは。いやー、もう完璧ですよ。もう、ジェラードとトーレスが引っ張ってるから、もう、誰かしら開くもんな、これ、トーレス、ね、タローが引っ張ったら、あとこれ、決めるだけ。ざまみろ、ドア、おめえよ。今日はそんな怖いことはない。さあ来た、さあフリーです、またタロフリー、またタロフリーで入ってしまう。さあ右足来た、シュート、おおい。さあロバーソンだよ、これロバーソンだよ、ロバーソン、ロバーソン、クロス入ってきて、ゴメスか、危ない、アリソン、よし、クロス入ってきて、よしよしよし、出して、よっしゃ、最後ボコしてやろう、お前らを、お前らを地獄の底へ突き落とす。太郎の、さあ来い、右足、シュート、あー惜しいな、
よーし、片岡 PS ベイ倒してベスト8進出、チャンピオンズリーグ素晴らしい。太郎今日1点決めましたがね、もうトーレスがほぼね今日決めてくれましたね。いやもうトーレスすげえな。でもこれあまり最初出し切っちゃうとね、これトーレスのこんな活躍が次見れるのかというとちょっと不安ですね。これね出し切ってしまうと。 OK 勝ちました。さあ7-1で勝ったリバプールですが、他の試合見てみましょう。アヤックス2-1、そしてバルサ5-3、そしてシティが2-0勝った、そしてパリ勝ったね、チェスカに勝ってくれた。 OKOK でレアル勝って、ミラン勝ったで、シャフタール勝ちましたね 5-0。 これ次どこ来るかですね。うん、まあ順当なとこ勝ち上がってるんで、まあレアルとか本当にそうっすよ、本当にベスト8ね。さあチャンピオンズリーグ次見てみましょう。組み合わせベスト8またどこが来るのか。あーシャフタールか。あーまあ楽だね全然ね、ベスト8。これベスト8いけますよこれ。よかったよかった。でもまだシャフタールもわかんねえからなこれね。で他の試合シティとバルサ、そしてミランパリ、そしてアヤックスレアルということで、こっからっすよ本当に。リバプールは運いいことに恵まれてたから、まあじゃあ次シャフタール戦どうなるかですよこれ。今シーズンだね本当狙えるとしたらベスト8、これはいけなきゃダメだこのシャフタールだったら。なんでここ次シャフタールにね油断せずにちょっとベスト8をね決めたいと思います。ベスト8からが多分本番だと思う今回はね。だからちょっとそこ進めるように違いやっていきたい。今回素晴らしかったね。2試合とも勝ってるしね。セカンドリーグいつもなんか負けたりねしてましたけど、今回勝ってたということで、じゃあ次回やっていきましょうか。チャンピオンズリーグ準々決勝、ファーストリーグ、シャフタール戦、そして同じくねセカンドリーグやっていきたいと思います。もうここからチャンピオンズリーグだと FA カップかな。FA カップの一応ね準決勝まで勝ち上がってるんで、まあちょっと相手ベストハムなんで次ね、ここはちょっとスキップして、もうこれは運任せということで決勝まで行けたら決勝戦やろうかなと思います。はい。なのでもうあともうそんなないですね。もう3回ぐらいかなとリバプールでのシーズン。だからそこで全てサロをね出し切ってちょっと今シーズン終わりたいんで、ね、なんとかそこしっかり終えてバンス過ぎですけどね、シャフタール戦勝ってベストをね、まあ、進めるように次回やっていきたいと思います。はい、という感じで今回ここまででご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。